広い
大地を中に幸せを自分の腕で掴む。歩き出すの明日の日に振り返るには、まだ若い。水さぶ北の風に飛ばされるよ、飛ばすよ。覚えた両手に息を吹きかけ、縛れた体を温めて、今辛いとか苦しいかとか今までの人生あなたが違ったのか、それで、あ、8時になった。それでは皆さん、よくお越しいただきましてありがとうございます。ただいまより、この左の方で17ライブね、スマホで17ライブ、それからパソコンで、YouTube ライブをこうやろうと。これでいいかな。こんなもんでいいな。もうちょっと上か。それで、スマホで17ライブ。ちょっとまだ慣れてないんだろうな。何がなんだかわからんの。17ライブのやり方がわからん。それから、これちょっと硬い。卓上のパソコンで、YouTube ライブをやると。で、カメラは、Amazon で1000円で買った、外付けのカメラで映していると。こういうことです。で、マイクはどこにあるかっていうと、その外付けのカメラにマイクがついていると。こういうことでやってるわけですね。で、まあ、それで今日もやろうと。だいたいまあ、8時からね。毎日とは言わんけど、だいたいここに8時におらんときは、名古屋の、栄っていうところと、大須っていうところがある。そこの真ん中に高速道路があって。まあそこの下で寝とると。こういうことなんだ。だからなんだって話。まあそういうことで、まあ趣味なんですか、この野宿とこういう。野宿っていいんだよ。本当健康にいいんだよ。だから健康のためにやってるんだよ。言っちゃ悪いけど、こういう考え、自分はね、自分の考えは、ちょっと今から言うけど、自分の考えね。人に強制するわけじゃない。自分の考え。それは、自然に近づくと、まあ、これが自然だとするね。自然の中で生きるってことね。自然に近づくと、
健康になるところかな。これ自分の考えね。で、自然から離れると病気になる。こういう考えね。自分はそういう、まあ、なんていうか、考えなわけ。だから、自然に近づいて、野宿って自然でしょ。野宿って言うとみんなびっくりするけどさ、病気になる。だからさ、ね、28度とかさ、30度とか、まあ、そういう熱出してさ、1週間ぐらい寝とるってことある。まあ、自分昔あったけど、そういうことが苦しいじゃない。めちゃめちゃ苦しい。熱が出ると苦しいよ。それだったら週一で野宿した方がいいんじゃないかと。そういう考えなの。野宿って不便だよ。寒いしさ。だいたいね、0か1度ぐらいまでは、まあ、寝れるわ。まあ、0か2度、3度になったらちょっとそれは無理で。どうするか言うと、名古屋だから、インターネットカフェっていくらでもあるわけね。そこら中にある。で、そこで6時間ぐらいでいくらっていうのがあるの。6時間パックってやつね。6時間のパックって言うんだけど、そういうので、行ってお金払って、そこで寝る。そうと、畳、どうだろうな。畳、1畳ぐらいだろうな。もうちょっと短いやろ。まあ、足伸ばして寝れるぐらいのものだわ。狭く。幅がどうだろうと、1メーター20ぐらいあるかな。で、パソコン動いてやるかな。で、それで、まあ、なんていうの？壁があるだけなんだ。上はね、大体、アッパーパーだ、だから、でも、まあ、寒いことはない。ちゃんと暖房入れたんで。で、そこに、0か、まあ、2度ぐらいになったら、そこに行くと。お金払ってね。ということなんです。それで、まあ、1度なんて言ったら、まあ、楽勝ですよ。1度で野宿なんて、ね、もう、そのもうね、もう、いや、今日はものすごいええな、とか。一度だと、これはもう野宿日和だな、みたいな感じなんですけど、で、三度になるとね、いや、今日ちょっと暑いなって、こんなに着込んで寝たらいかんかったなって言って、途中で脱がなかった。でも、7度ぐらいになるとね、もう遅れてくる。いや、なんちゅう暑いんだよ、これ、なんとかならんか。7度ね。でも、夏になるとどうなるかっていうと、夏ね、夜でも27度とかあるじゃん。そういう時なんかもうね、暑くてね、もうね、全部寝袋で寝るんだけど、普通はね。もうそれもなしで、その寝袋の上に寝るんだけど、それでも暑いんだから。ほんだからもう、ござみたいなものがあるじゃん。ござみたいなやつを敷いてね。で、寝るんだ。暑いから、今度は。まあそういう、まあいろいろやってると知恵が出るんだけど、まあそういうことで、まあ大体とは、0度とかさ、1度とか0度になったら、コンビニ行くと、あれがあるじゃない、カイロ、100円ぐらい出すと、こんなあるんですよ。これ、もらったの。もうこれ、ボランティアの人もらったの。寝とるってね、いろんな人が来るんだわ。これね。これもらったんだ、カイロ。これ、破ると、中が暖かくなるってやつね。これで結構持つんだ。朝まで十分持つの。朝まで、次の日の朝ぐらいまで持つぐらいの感じで、暖かい、ね。ボランティアってどういう人か言うとね、高速道路の下で寝とるでしょ。で、まあ、自分がね、寝とる、ね、いつも寝に行くところの、周辺にはだいたい9人。夜ね。夜は9人寝とるんだ。数える。夜の中に起きるじゃん。ほんでね、1、2、3、4、5、6、7、8。でも自分入れて9人なんだ。だいたい一緒なんだ。でね、昼間になると、朝にね、朝、まあ、9時、10時ぐらいになるとね、そこのうちからね、だいたい4人ぐらいがいなくなるの。綺麗さっぱりね、なんていうの、物がなくなる。人間もいないんだけど、どっか行っちゃっても行くわけね。綺麗さっぱり。で、夜になるとまたね、どこから帰ってくるんだ。で、9人になる。で、昼間になると、まあ、5人ぐらいになる。だから、4人ぐらいね、明るくなるとどこか行っちゃう。で、暗くなると帰ってくる。で、そういう、大体、あれね、野宿の、まあ、公園の感じだけど、高速道路の下が公園になってるっていうね、それで、あれね、ちゃんと寝るとか決まっとるんだわ。そのめちゃめちゃ行ってね、寝ちゃいや、怒られる。ちゃんとその辺の人にここ寝ていいですかって聞かなかった。じゃないと、あれだよ、そこに毎日来る人がおる。うん、だから、
その人の場所になってるからね。だからその辺におる人に、今日と明日ね、例えば今日と明日、ここで寝ていいですかって聞かなかった。本当は、いいんじゃないのみたいな話で、つって OK。だけどそこで、いや、ここはね、いつも夜来る人がおるで、多分ダメだよ、ここはって言ってくれるんだよ。ああ、そうか、じゃあまあ他のとこ行くわ、っていう感じで、他のとこ行く。ちょっと待ってね。こんな話とっていいかな。それで、まあ、これ自然ね。自然で、これ人間がずっと自然に近づくと健康になる。ね。で、これ自然から離れて、こう、冷暖房完備の、高層マンションの、じゃない、高層マンションとかね。それから、冷暖房完備の、会社の、まあ、シャレたオフィスっていうか、事務所とかね。そういうのものすごいね、健康に悪いんだ。ものすごい。悪い菌がね、いっぱい空気の中にあるんだ。だからそれ吸い込んでるんで、それが、まあ、風邪とかね、そういうのになるわけじゃん。ところがその自然に近づくと自然だもんで。だから、あれ、不老者だから多分風邪ひかんよ。知らんけどさ、今度聞いてみる、風邪ひくかいって、あんた風邪ひいたことあるかって聞こうと思ってんの。まあ、不老者といっても、よく喋るって言って、全然喋る。無口なね、その二つに分かれるんだ。まあ、喋るとよく喋るけどね。もう全然、なんかね、見ても、いや、もうちょっとこの人は喋るのやめようね、みたいな。そんなような人もおる。まあ、いろいろ、大体、まあ、うまくやろうなんて気はないんだでさ、まあ、人たちは、まあ、そこで寝とりゃいいわって感じだから、仲良くやろうやっていう人は大体少ないわ。まあ、経験で言うとね。まあ、それでいいんだけど、ちょっと待ってよ。まあ、ほんで今日は、タイトルでね。今日5日、何日か言うと、2021年の2月17、もう2月だよ。17だよ。これ半分過ぎちゃった。まあ、人生の目的は暇つぶしって、これね、人生の目的は暇つぶしね、これね、みんな偉そうなこと言って、分かってないこと言ってるやんな。人生目標を作ってそっちに進んでいかないかんとかさ、なんかこうわけで、俺はこういうふうな人間になるんだとか言って一生懸命勉強したりさ、一生懸命なんか練習したりとかなんかやってるわけ、自分でね、目標を設定してやってるわけじゃない。だけども、それはいろいろある。自分で目的を作っとるんで、目的になっとるんだけど。まあ、要は、この人生っていうのは暇つぶしなんだ。これなんでかっていうとね、簡単なんだ。なんでかっていうとね、人間でね、まあ人間で、まあ猿でも犬でもそうなんだけど、自分でね、希望して生まれてきたという人はいない。まあ自分は少なくとも会ったことないんだ。まあ、自分は母親に頼んでね、生まれてきたという人はね、会ったことないんだ。まあ自分は今、72だけどさ、まあ来年は73だ。これ間違いない。まあ、約束された、数字なんだけどね。まあ、ところが今はまあ72だ。で、その72年間生きてきた中で、自分で希望して生まれてきましたっていう人は会ったことないんだ。まあ、大体ね、親が勝手に、作って勝手に産んでね、まあ何かいいことあるだろうということで、それは産んだんだろうけども、大体何もないの、いいことは。大体いいことはない。大体苦しいことが多いの。もう生きてるだけで苦しいっていう、ね、そういうような、まあね、楽しいこともあるけどさ、まあそれは少ないわ。まあ大体どうだろう。まあ自分がね、思うに、人生っていうのはね、まあ人生とかやる、人間のやってることね。8割が苦しいか嫌なんだ。嫌なことをやる。8割が苦しいか嫌なことをやって、2割が楽しいこと。嬉しいこと、楽しいこと。もう言うよ。8割が苦しい嫌なことなんだ。で、2割が、まあその後ね、楽しいこと、嬉しいことが2割あるという。そういう割合なんだ。まあだから、よくね、まあ、スポーツの選手にしても、それから芸能界の人でも、その、スポットライトを浴びてね、ステージに降るときとかね、スポーツの選手が試合やっとるときに、まあ、かっこいいとこあるけど、その人たちの裏側には、もう8割以上の、その、苦しさを耐え抜いてきとるってことなんだ。そういうことを思わなかった。だから芸能界の、まあ、例えば、歌手ね。まあ、その、歌手っていろいろおるよ。いろいろおるよ。まあ、自分はもう、まあ、ちょっといい、歌手で思い出したけどさ、もうさっき吉田拓郎の歌を歌ったんだけど、今度ね、ちょっと、目先変えた、違うんだ。これまあ、自分は鹿児島の生まれの、
歌手がいてね、そいつが、まあ、頑張っとるでさ、ちょっと応援せないかんかなと思ったんだけど、鹿児島ね、鹿児島の生まれ、森進一ってやつ、あれもか、あいつもか、あれも鹿児島だけど、どこだったかな、鹿児島の、あ、買った、買った、これね、こういうその、何の話だった？そうそう、歌手で、その、もう、ステージとか、そういうね、目立つとこでかっこいい、まあ、売れた歌手だから。だけど、その、裏にはもう、その何倍っていうね、苦しさを乗り越えてきてるってことなんだ。それは、それは、そうだでしょ。そうでしょ。それは、そう、だから光っとる。だから、まあ、人生ってそういうもんでね、大体苦しさが8割。楽しい部分は2割しかないです。もうそのぐらいのもんで。コツコツとアスファルトを刻む足音を踏みしめるたび俺は俺であり続けたいとそう願って花の心たちに見えてやりきれない夜の数え逃れられない闇の中で今日も眠ったふりをするタイプラインに憧れた花の都だと東京薄っぺらなポストが北へ飛んだから雑いた苦い砂の壁をねじ伏せられた証拠実際今頃になってやけに守れるかしら幸せの友よどこへお前はどこへああ幸せのトンボが裏下へ出してあなたへら人ね、長渕剛さんっていう人が歌った歌なんだけど、この長渕剛さんっていうのはね、その、まあ、なんか詳しい人の話によると、吉田拓郎っていう人のね、ステージの前座をやってたっていうんだな。で、前座で歌っとったんだけど、その名古屋でコンサートがあった時に、ちょっと待ってね、熊ちゃんの芸能人が来てくる。こんばんは、ビットコイン、調子いいです。ちょっと待って、いくらだビットコイン。まあ、さっき、540万とかも、とてつもない数字が出てる。どうなるのこれ。これ、今年、ビットコインで億万長者が続出するぞ、これ、きっとでな。こんな値上がってどうするんだよ。今ね、今これ、ビットバンクっていうところの数字を、まあ、だいたい遅いもん、この。出てくるのがもうみんな見てるんだ。あれ？今ね、売りね、売りが536万。で、買いね、553万。なんでこんなに差がある？売りが536万で、買いが553万。どんだけ差があるの？これ結局、取引業者の儲けだ。絶対、いや、やっぱりね、だからね、自分はね、あそこの株買おうと思ってるわけよ。まだちょっと買ってないけどさ、マネックスっていうね、
コインチェックの親会社だ。ね、コインチェックの親会社、絶対儲かるよ、こんなもん。今見たら、どんだけでも、売るときは、安くて買うときは高いわけじゃん。その差を設けてるわけじゃん。ほんで、他にも手数料とかなんか、送金手数料とかなんとかかんとかって、集めてもらう。だから、絶対儲かるよ。だから、コインチェックの親会社のマネックスね。それか、財布って会社があるんだ。会社や取引所ね。財布っていう取引所の親会社がフィスコって会社なんだ。そこのフィスコの会社で株でもいいんだよ。1000株ね。100株じゃなくて1000株買おうかなと思って今思ってるけどね。でもね、まあよう考えたらね、株が上がるったって知れとるんだ。まあせいぜいね、3割ぐらい、もう3割も上がったらすごい上がったなと思うんだけど。そんなね、パーセントが低いわけじゃん。ところがやな、今日、後で話するけどね、IOST っていう、仮想通貨あるんだけど、それをね、2ヶ月ぐらい前かな、1万円買ったんだ。まあ、なんか上がりそうだっていうんで、まあ、なんていうの、宝くじ買うようなつもりで1万円買ったわけで、もうこれならもうなくなってもいいやっていうようなことで買ったら、それがなんと最近それが5倍に上がった。5倍だよ。1万円が5万円になった。だからそれ売って、それでこの家の固定資産税の、その、1年のうちの4分の1な、1年間の金額の4分の1を今日息子に頼んでこれ払ってきてくれって頼んで、コンビニで払ったんだけどさ、なんていうの、IOST が上がったわけじゃん。1万円が5万円になったの。で、そういう上がり方はせんわけじゃん。株というのはいくら上がったにしたって、まあ2割か3割ぐらいしか上がらんもんで。だからね、ちょっと今考えてみた。やっぱり株はね、あんまり上がったなって言ったって大したことない。それは仮想通貨には勝てれんで。もう仮想通貨の上がりなんて言ったらさ、ものすごい勢い上がってきてさ、まあ、ビットコインは大したことないんだ。ビットコインはね、上がったねって言ったって、そんな大したことないんだよ。だけど、他に上がるでしょ、ビットコインが。上がるとみんな売るわけだわ、それを。上がった、よし、上がったって。で、じゃあその金どうなるか言うと、そうすると今度は安い、ビットコイン以外を、バーッと買うわけだ、みんな。まあ、大体考えてること一緒なんだ。だから俺も、自分はビットコインが上がったわけだわ。それで、とりあえず、いくらだったかな、10万ぐらい、10万円ぐらいビットコインを売って、それで、さっきだね、今日の、朝だわ、そうな、今日の朝8時ぐらい、8時ちょっと前ぐらいに、IOST ってやつを5万円ぐらいにしたんで、ちょっとあったからそれに、追加して5万円にしたんだけどね。なんで5万円にしたか言うと、数字見たときに、どのぐらい上がったかなっていうのが分かるために、金額を5万円にしたわけじゃん。だから5万円っていうのを覚えてるもんで、6万円になったらそれ1万円上がったってことになる。そういうふうにしておるんだ。それから、ステラルーメンってやつがあるね。これね、コインチェックにある。ステラルーメンって、これなんでそれ買ったか言うと、なんか名前がいいじゃん。名前、ステラルーメンってなんか、ふわーっとした感じさ。なんだか中身は知らんね。まあ、ただ、コインチェックで扱っとるっていうだけの話、ステラルーメン。ビットフライヤーでも買える。なんで、それ買ったんだ。それはね、いくらだかな。それは何円じゃないよ。何十円。まあ、いいや。それで、それも5万円分になるように買ったんだ。元々あったんだ。ちょっと。で、それに追加して、5万円になるように、だから5万円5万円にしたわけ。今日の朝ね、朝8時ぐらい、8時ちょっと前に、IOST を5万円、それからステラルーメンを5万円ということにして、それでパッと見ると分かるんでさ、今行く、上がったのか下がったのかって。で、それでまあ、ちょっと少なくとも2、3ヶ月は置いとこうと思ってまた。そうすると次の税金が来るわけですよね。固定資産税が1年のうち4回に分かれてくる。ということは3月の末に固定資産税を払ったから今度、4、5、6だ。6月の末かな。に、固定資産税が来るんだ。また4分の1。で、その頃には、そのどちらかが、まあ、何万円か上がっとるだろう。
だろうだよ。だろうだからわからんね、これは。絶対確定値は下がってるかもしれない。わからんけども、とにかく、そういう方で税金払って、お前のやりそうなことだと言われそうだけど、まあそういうふうで、そのやろうと。ちょっと何だ何あ、違う。その、長渕剛は、剛さんね、大歌手だよ。大歌手が、その、もともと、いつも来てくれる、エイトマンさんの書き込みによると、長渕剛は、吉田拓郎のステージの前に歌っとった。まあ、前座の歌手ね。前座の歌手として歌っとった。で、名古屋に来た時に、その、名古屋のお客、立ち悪いでさ、口悪いんだわ。人はいいんだけど、口悪いでさ、下手帰れって言った。ステージで歌っとるのに一生懸命、下手帰れって言ったら、まあ多分酒飲んどるやつだと思うんだけど、名古屋で。ほんで、その、まあ、やっぱりね、長渕剛も、もう、こらあかんなと、もうこれで歌手やめようかなと思ったらしいわ。だけども、気を取り直して、まあとにかくそのステージだけは、ちゃんとね、努めて、一生懸命歌って、まあこれで歌手辞めるかどうかまあ考えようみたいなことで歌った一生懸命。そしたら今度は名古屋のお客っていうのがいいんだ。一生懸命やるとちゃんと拍手する。名古屋っていうのはそういうところ。レベルが高いから。よそと比べて。だからみんな長渕剛が一生懸命歌ったもんでこうね、拍手したわけだわ。ほんで、その拍手を聞いて、長渕剛はよしと。それじゃあもう一遍気を取り直してやろうということでやって大歌手になった。それが長渕剛って言ってるんで、名古屋が歌手にした。名古屋が鍛えたと。こういう、ね、本当の話だよ、これは。嘘じゃない。これは本当の話。ちょっと待って。それで、なんだったそうそう、それで、その目立たんとこで苦労して、そのステージで、この、スポットライトが当たるのは、ほんの、まあ、時間にしたらね、本当に、まあ、10分の1に10分の1の時間ってそういうことなんだ。苦労があるっていう、そういうことなんだ。それを今日は言いたいだけ。そんなことを言いたいのに、長々と説明したのかという話。まあ、それで今日は、人生というのは、まあ、暇つぶしだよと。まあ、そう、あれか。そう、難しく考えんでも、時間が経過すればいいじゃないかということなんだけどね。で、もう一つは、ちょっと待ってね。これなんだ。あれなんか出ちゃったな。生きていたら90点だよってことなんだ。これはもういつも自分が言っとるんだけど、まずね、生きてれば90点だって。で、その他に、まあいろいろそのね、まあそれぞれの皆さんの目標で、まあ勉強ができるようになりたいとかね、それから、なんだ、上手に映画描きたいとか、習字が上手になりたいとかさ、それから、プールを泳ぎたいとか、なんかいろいろあるじゃない。そういうの目標に向かって、ね、まあ練習するのはいいよ。で、それは90点はもう確保してる。生きとるから。それで91点、92点、93点というふうに、点数が加算される。生きとればとにかく90点。こういうこと。わかりやすいでしょ。だからまあそういうこと。まあ自分なんかこれ生きとってさ、90点も確保しとるけど、まあ72歳だけどさ。で、こうやって YouTube ライブやっとるでしょ。それからこっちの左の方で17ライブやっとるわけじゃん。これ2つダブルでやっとる。ということはまあ少なくとも90ね、2、3点ぐらいはいっとるわけじゃん。これで。もう。で、まあ自分としてはもう別に悪いとこないしさ、もう歯も入れたしさ、ここの歩いてね、歩いてやね、自転車で5分ぐらい行ったところに、前出しかってあるんだ。前って、ま、春日井市の前出しかって1軒しかないんだ。前っていうのは、前、後ろの前ね。で、前、だはね、多いという字だ。前の前田敦子みたいな名前じゃない、まあ、じゃなくて、前に多い。前出しかって。それはもう春日井に1軒しかない。で、そこに、行って、歯を入れてもらった。昨日だったな。行って、4300円ぐらい払ってきたの。保険が効いて4300円。そりゃそうだもんな。歯を作ってもらうの。なんかプラスチックって、プラスチックなんだろうな、あれ。どういう材質はな、まあ、入っとるんだけどさ。なんか、樹脂みたいなもんだろう、多分な。で、それを、合わせて作って、それをスポッと入れて、で、こう、
うまいことは合うように、どちらかを削る、ガーッと削ったりなんかして、うまいことやって、その、入れてくれたの。見た感じ40歳ぐらいの女の人の、歯科、歯医者さんね、がいてさ、前田歯科っていうのはもともと男の人なの。俺自分より1歳年上ぐらいの人なんだけど、その人もおったんだけど、その他にもう一人その40歳ぐらいの女の人見た感じだよ。マスクやってるとわからんけど、もっと若いかもしれないけど、ガーってやってくれた。うまいこと。だから歯が治った。で、まあ、なんで入れん、まあ、入れんでもいいや。前の歯だからさ、またすぐ折れるからさ、もう、入れんでいいやって言ったんだわ。前出しか、その、ちょっと前に、先月か、先月行った時にね、先月じゃないかな。だいぶ前に行った時に、これどうするんだ言うんでさ、この前の歯の折れたとこは、いや、まあ、これでいいんじゃないのって言ったら、いいんじゃないのって言ったらさ、その前田歯科の、親父の方がね、お前、俺、前田歯科に、行って、歯を見てもらって行ってきましたと。それで、YouTube で前田歯科に行ってきた、前田歯科に行ってきたって言うだろうって言うんでさ、いや、それは今日の出来事として前田歯科に行ってきたっていう話しょうがないじゃないかって言ったら、いや、まあ、それ、俺の名前出すならちゃんと入れろって言う。ちゃんと俺の言うこと聞けと。ね、この前の歯が折れたままじゃいかんと。入れよと。ちゃんと入れてやるから。だからその、前の歯入れやな、前出しか行ってきましたって言っていいと、YouTube でね。ところが前の歯もうこのままで折れたままでいいって言うんだったら、前出しかに行ってきたということを YouTube で言うなって、どっちかにしろと、こういうこと言われて。いや、だからいいよ、でも入れてくれよって言ったらさ、もうお前素直に入れよとかなんか言って、そんな感じで、それ入れてくれたんですよ。で、もう歯が入ったからさ、前出しかに行ってきたよって言って言えるわけじゃん、これで。ということなの。ほんで、なんだった?そうそう。それで、で、今度は、2月の20日土曜日ね、午後3時から名古屋のあそこ、柴田さんのところの家の近くにレストランみたいなとこがあんの。そうね、大曽根っていうね、レストランってこう、ちょっとでかい喫茶店っていうかな。で、そこのにステージが作られて、どうもその、限定8人でさ、歌いたい人を募集しとるわけよ。だで、こう、どういう人が来る知らんけどさ、まあ、それなりのレベルの人が来ると思うんだけどさ、歌う人がね。まあ、自分は申し込んであるわけよ、そこに。歌いたいと言って。だけど、そんな、こんなレベルじゃさ、そんな人様に、聞かせれるような歌と言えんじゃん、あんまし、そんなもん、こんな、みんなにいろいろ言われとるでさ、勝手に歌っとるみたいなこと言って、いや、確かにそうだ、勝手に歌っとるんだけど、まあ、だけど、これじゃあもう、まともな歌唱力で、皆さんを感動させるということは、これ、無理だんだ、もともと、これは、絶対。もう、どんだけ頑張ってみたって。だからもうしょうがないで、一番だけ歌って、それでこの歌はまあ昭和の時代にヒットした曲が多いんだけどさ、その参加者のそこに、催し物に来た人に、歌手の名前を当ててもらうわけじゃん。それで、当てた、まあ、例えば、森進一とかさ、吉田拓郎とか、長渕剛って言ってくれたら、そしたら柴田さんが、チョコレートをさ、まあ今んとこは題名と歌手名を当てたら、チョコレート2個ね。題名と歌手を当てたから2個や。で、題名だけだったら1個とかね。まあそういうふうにしようと思ってるけどね。まあ柴田さんどうするやってくれよ。俺嫌だって言うかもしれないけど。まあそれで、まあ自分はちょっとね、やれんから、両方やれん。まあ、それで、見たら30分の時間が、ちょっとこれ長いなと思って、30分でそんなに、やっとれんぞ、これな。そんな曲が、ない。そんな歌える曲が一番だけでさ、そんなさ、30分を持たせれるっていうのは、ちょっと無理だと思うんだ。だからまあ、どうなるしなくても、その早めに終わっちゃって、あと次の人どうぞ、みたいな感じで、やるな。いいんじゃない、それで。
そんなもんどうなったって、ある結局もうその変な終わり、変な終わり方だと、もうそこの店の人がもう次からあた込んでいいっていうだけの話、別に恐れることは何でもない。悩み続けた日々がまるで嘘のように忘れられる時が来るまで心閉じたまま来る。あっち行こう、遠くに出てきて死にるのかな。これやっちゃったもんでもいかんかったの。これやったまんまやったもんで変な声になっちゃった。なんてそういうことを口実にしちゃいかんけどさ。でこういうだからこの歌でもみんな知っとると思うんだが、多分そこはね高齢な人が来る店だから、レストランのコーヒー飲みに。だから多分高齢だからね、知ってる。毎日毎日僕らは手を取んの夢でどうやったって闇になっちゃうよ。僕は店のおじさんと喧嘩して海に逃げ込んだのさ。愛されたって声を生み出す海の底で、とっても聞いた高いなこの曲。なんか考えなきゃ、これちょっと無理だなこの曲は。ちょっとこいつも無理だ。それから次はこれは多分みんな知らんと思うんだよ。いや、知らん曲もないといかんわけよ。誰も歌手名を言わない、言えない子。いや、そんな歌は聞いたことないって、そういう歌も入れとかないかん。みんな誰でも知ってる歌って、それじゃダメだ。だから、これはみんなの知らない曲ということで、わざわざ、歌うと、こういうことなんです。どういう歌か言うと。ひまわりを模様の飛行機の持って夏の日にあの子は行ってしまった。誰にもさよなら言わないままで誰にも見送られて一人で空に眩しい空に消えてしまうのか。これはね、多分知らんと思う。名古屋の北区の人は。いや、本当これ知っとったら大変なこと言うよ。よく知っとるねって話だかな。うん、これは、エイトマンが来てくれた。エイトマン、泳げ大役くん、シモン・マサト。そうだな。それから、もう一つは、チエちゃん。井上陽水のチエちゃんっていうの。これ知っとる人少ないと思うね。まあ、だけど、いいわ。まあ、そうで。これはね、多分ね、北区のじいさんばあさん知っとると思う。だけど分かるまでにちょっと時間かかるかもしれない。
聞いて。そこにあるから追いかけた。行けば儚い逃げ水。それは心配さ。あらゆるなくてもだけど夢に願かけるハロー陽気に鳥のように夜の中に生まれたら道ずりあの顔の山の生きた声幸せに近い俺も割とヒントしたと思うんだけどね、自分は。だけど、知らん人多いかもしれない。エイトマンさんが花のように鳥のように。これね、韓国の生まれの人だけね、ソウル、確かソウルの生まれだと思ったけど、なんとかいう名前、ちょっと待って、ケイウンスク、そうそう、ケイウンスクっていう人なんだ。この人はね、なんとかいう有名な演歌の歌手がね、たまたまソウルとか韓国に行って、まあどっかそういう歌の歌える、聴けるところに行って、まあ、クラブとかそういうとこだかな。そういうとこ行って、まあ酒飲んどったんだろうけどさ。そしたらこのケイ・ウンスクっていう人が歌っとったんだ。そこでね。韓国で、もちろん韓国で。ほんでその声を聞いて、いや、この人は日本に連れてきて、日本で日本の歌を歌わしたら、ヒットするかもしれんなということで、その、結構有名な歌手が、ケイ・ウンスクに日本に来て歌わないかと誘ったわけだわ。それで日本に連れてきて、それで、いろいろ演歌を歌って、いろいろヒットしとるんだわ。いろいろな曲がね、このケイ・ウンスクっていう人は、ヒット出してるね。だけど結局ね、最後はね、なんかね、あんまり幸せじゃなかったな、あの人生。なんか、薬物に手出す。要するに、薬に頼ったりとかな、そういうことで。まあ、晩年は、晩年とまだ生きてるかもしれんけど、健康、元気かもしれんけど、まあ、そういうね、ものすごいお金稼いだんだ、ヒットしたからね。曲が。だけどその割には、まあちょっとね、不幸な感じだったな。そう、ちょっと残念だなと。もうちょっと長く歌ってほしかったんだけどね。ちょっと待ってね。エイトマンさん、歌手ではなく作曲家の浜圭介です。だから、作曲家だって、作曲家で、有名な作曲家なんだけど、それが確かソウルかどっかに行って、連れてきたんだわ。ちょっと日本へ来て歌おうじゃないかっていうことでね。それが、この、ケイ・ウンスクなんだ。だけど、まあ、来たことが幸せだったかどうかっていうのは、ちょっとね、また別な問題だよ。まあ、ヒットは飛ばしたけどね。ヒットは出たんだけどね。ヒットは出たんだけど、まあ、そういう、まあ、ね、金がすごい入ってくるもんでさ、まあ、いろいろあるわな。だからこれ、じゃあ次行こう。イムジン川は水を清く尊く流れてる水の虹を暗闇に飛び交うよ我が祖国何の地思いは変わるか芋地の水よく
曲は、発売と同時に放送禁止になったらしい。どうして放送、わけわからんな。ちょっと待ってね。エイトマンさんがイムジン川、ホーククルセイダーズ。だから、ホークルが、レコードが、CD かなんかしないけど、それ出したと同時に放送禁止になった。あ、なんか言っとったら、エイトマンさんだったら、なんか、なんとかいう団体がさ、その圧力団体がいてさ、それが放送局に圧力かけて放送禁止にしろ、みたいな感じです。どこがいかんのって話だけど、まあ、ねえ、そういうもんだなと思って、政治に巻き込まれちゃった。よし、まあいいや。よし、行こうか。次行こうか。これはね、多分愛知の人が知っとる。愛知県の人に、愛知県の、ここの近くの、一宮出身の、歌手だからさ、今も歌っとると思うよ。あれか、赤い海が、放射を染めて、綺麗の木陰に、高校三年生、僕ら離れ離れになろうと、クラス仲間はいつまでも。これね、自分が高校生の頃だったんだけど、だからみんなでね、歌ったんだ、これを。まあね、まあ、懐かしいな。学校の校舎のね、なんて、昼の時間とかさ、休憩の時間、休み時間とか、そういう時に大きい声でみんなで歌ったんだ、これ。本当にね、思い出のある曲で、これ。相当昔だけどね、自分が今71歳でさ、72歳で、自分が高校の時にこの歌が流行っとったんだ。そういうね、もう古い話、ちょっと船木和夫、高校3年生。もう知らず知らず歩いてきた細い長いこの道、振り返れば遥か遠くへ音が見える、でも道やまだ行くねた道、地図さえない、それもまた人生。こういうね、でちょっと待って、エイトマンの川の流れのように、美空ひばり、これ美空ひばりの最後の方の曲で確かな、まあいいや、でよし、でまあこれも昭和の名曲って自分が言っとんだけどさ、名曲かどうかは知らんけど、まあ昭和の曲だ、間違いない。聞いた国の旅の空、流れる雲、遥か時に人を見知る、それのせいで別れた人、いつか胸は憧れる。熱き心に
時を戻れ、懐かしい日本を連れて戻れ、あの春を花咲く日が、あの夏には星降る日が、夢を まあこれもね、今ちょっと待って、熱き心に、それから吉田ね、小林明、これね、今もた、や、YouTube で出とるやな、この小林明さんっても、いくつなのっていう感じで。まあ、それ、ちょっと前、こんな、今日、ちょっと待てよ、これや。まあ、まあいいや、この歌最後に、もうで、俺今日いろいろ喋らなかった。あいつに、よろしく、伝えくれよ、今ならホテルで見ているはずさ、泣いたら窓辺のラジオつけて、大きな歌でも聞かせてやれよ、アメリカの貨物船が桟橋で待ってるよ、男ってやつは港を出てゆく、船の船で話してれば悲しいほど黙り込む、これね、これは森進一の代表曲らしいけど、まあ今日はこれぐらいにして、とにかくそれで今日ね、これから本当だよ、これからの、あ、ちょっと待ってね、森進一、エイトマンさんが冬のリビエラ、それから森進一さんが歌ったと、それからエイトマンさんが小林明は82歳。あれ？という自分と一緒だな。昭和24年の。あ、そうか、自分と一緒、自分より上だと思った。自分より上だと思ったけど、そうじゃないか。それから、森進一は73。あれ？そっち、あれ？自分より若いと思ったけど、森進一の方が一つ上なのか。まあ、大体似たような年だな。もう、みんな、年を取りました。さらに頑張りましょうみたいな。そうか。森進一と自分より一つ上なのか。自分より若いと思ったけどな。そうじゃない。よし、それでまあ話するよ。で、今日はまあさっき言ったようにさ、コインチェックで、ね。要するにコインチェックで、こう値上がりしたビットコインをもう見とると売りたいわけだ。絶対これね。やっぱりもう一部息子も言っとったけど、見とると、見とると売りたくなるんだろう、見とると買いたくなるんだろうって今日も息子が言っとったけど、その通りなんだ。なんか見とると、数字見とるとせ、ビビビビがね、コインチェックでさ、ビットコインの値段が上がるとさ、
って数字が上がってくるわけじゃない。今までね、80万だったやつが、あと、まあ、資産ね、資産が上がってくるわけじゃん。増えてくるわけだ。見とるだけで上がってくるわけじゃん。ビー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 って、もう、ものすごい勢いで、ほんとね、よし、こいつをちょっと待ってよ。20万売って、こいつを買ったら、こっちの方が、ね、ビットコインが上がるったって、せいぜい1%、2% で上がっても、すごい上がったってことだ。だけどさ、この IOST とかさ、それからステラルーメンなんてやつはさ、ビットコインが、2% ぐらい上がると、ついて上がるわけじゃん。で、その上がり方がさ、2% とか 3%、そんな数じゃない。もうね、10% とかね、どうかすると上がってくるんだって。で、下がるときも同じだけど、ビットコインがちょっと下がるとね、その 10% ぐらいゴーンと下がるんだって、この、IOST ってこのやつがね。いや、だからいいんだ。これからもどっちみち上がっていくと分かっとるで、その、もう、20万円分ぐらいをさ、ビットコイン売っちゃったんだ。今日、コインチェックで。スマホでピピってやる。数字ピピピってピーだ。もうすぐだ。もうスマホで、ね、画面見るとピピピピーだ。ほんで売っちゃって。で、そうすると日本円がババーっとね、日本円が今まで230円くらいしかなかったとこに20万ボーンって入ってくる。お、いいな、もう入ってきたかよ、と。いいぞ、これ。ってな感じで。よし、こいつなんか買うか、みたいな感じで。ほいで、IOST と、それからステラルーメンってやつ、5万円、5万円にね、するために。まあ、もともとあったんだ、ちょっと。少しずつ。どっちも。だから、それにいくら、追加して、全体で5万円にしたわけだ。あ、今日の朝の時点でね。それ、いや、割り方も割と簡単なんだ。例えばだよ。5000円あったとするじゃない、これ、IOST が。5000円あったとしたら、5万円にしようと思ったら、4万5000円ってことなんだよ。あとね。だから4万5000円って数字入れて、買いって言って、いいですかって言ってるから、いいですってポンと押すと、もうそれで、パッと、もう、この IOST が5万円分、自分の資産に、なりましたって感じで、画面が出る。おめでとうみたいな感じで、この、ここでメールが来るんだわ。買いなんか完了しました。買いが完了しましたみたいな。メールが一回か来るんだわ。コインチェックから。そういう仕組みになってる。で、今度はステラルーメンね。これも5万円にしようと思ってさ。なんで5万円って言うと、上がったり下がったりしても分かりやすいじゃん。覚えが、5万円と5万円、今日の、2月17日で5万円あるよってことがわかるから。だから、5万円にするのがいいわけだわ。で、このステラルーメンももともとあったわけじゃん。これいくらあったかな？何千円かあったんだ。で、それに、だから5万円から何千円引くと、例えば4万2千円買ったら5万円になるっていう数字がわかるから。で、その、いくら買いますかっていうのが出るから、日本円で買うっていうふうにしといて、それで、4万2千円とか入れてるんで、買いをピッと押すと、で、これでいいですかって出るんだ。確認画面。ほんで、それいいですってやると、ほんと、パッと買ったこと。ほんで、自分の資産を見たら、ビットコインはこれだけ、それから IOST がこれだけ、それからステラルーメンがこれだけって、ちゃんと、この丸い、このなんていうの、丸いグラフがあるじゃん。何グラフっていうんだっけ、じゃん。丸いグラフ。あれでバーッと出てくる。で、その下に、現在の金額が出てくるわけじゃん。ステラルーメンがいくら、ね、何がいくら、ビットコインがいくらとか言って、資産がね、だから分かりやすいんだよ。だから5万円と5万円にしといた。で、これでもうすぐね、まあ、こういうスマホで、見たら、まあ、パソコンでもいいんだけどさ、もう、これで、コインチェックの、アプリね、これ何度かも、コインチェックのアプリ、どこだもん、コインチェック。あ、これだ。コインチェックのアプリパッと開いたらもう、いろいろ相場の、画面が出るけど、この中にね、あれ？あ、これはダメだな。こいつはログインできないんだ。まだログイン一回もしたことないから。で、自分のスマホでね、見るとね、そうすると、IOST が現在、いくらの資産があります。それからステラルーメンがいくらあります。パッと数字で出るから、儲かっとるなとかね、損しとるなっていうのは、そこでパッとわかる。だからいいなと思って。うん。それで、今日は。で、まあ自分としては、この、IOST ね、まず、
ちょっと、まあ、調べたんだけど、まあ、前から、まあ、調べとったんだけど、IOST というのはね、これコインチェックで、売っとるんだけどね。日本の取引所ではコインチェックだけなの。それで、まあ、仮想通貨なんだけど、まあ、これはあれだよ。その、YouTube のね、コインチェック大好き人間ちゃつがおるわけだ、YouTube に。それがもう言っとる話だから、まあ、全部が全部、まあ、要するにコインチェック大好き人間が言っとる話を自分が聞いただけの話だから、うん、全部が全部し、鵜呑みにはできんけど、まあ、要はこういうこと言っとんだ。IOST ね。第一世代がビットコイン、第二世代がイーサリアム、で、第三世代が IOST だっちゃうわけだ。要するに新しい、新型だからいいよっていうこと言ってるわけだね。それで、まあ、コインマーケットキャップっていうところの、時価総額のランキングね、1位がビットコインだけど、それからイーサリアムとか、リップルとかなんとかなんとかなんとかっていっぱいあって。で、この IOST というのは、なんと113位だ。だからまだ下の方なわけね。安いってことなんだ。これ。で、これから安いから上がる可能性があるよってことなんだ。まあそういうことを言ってるんだけど、まあ実際わからんよ、それは。こんなものは上がるかどうかそんなものはわからん。けども、まあこの前ちょっと味しめたもんでさ、この前1万円買っとい、1万円IOST 買っといたらさ、その5万円になったんだね。その前にステラルーメンも買ったんで1万円。で、あれも結構上がったんだわ。で、あれはね、何使っちゃったなんか使っちゃったんだ。何使っ、そう、小遣いがなくなったから、小遣いで使っちゃった。ビットコインがね、値上がったもんでさ、気が大きくなっちゃってさ、いろいろ金使ったんだ。で、金がなくなっちゃったもんで、その、ステラルーメンの、値上がった部分を売って、で、それを使っちゃった。消えた。消えた。そういう話です。まあ、困ったもんだ。まあ、それで、その、今の IOST は、最高の値段がね、2018年の14円だ。14円が最高らしいんだ。で、その、今ね、全体的に仮想通貨が最高の値段に近づいてるわけ。ビットコインなんかまあ最高の値段バーン超えちゃってるんだな。それからイーサリアムもバーンと超えちゃってるんだ。で、これからね、いろんな、仮想通貨が最高の値段に近づいてくるというふうに言う人がおるわけ。わからんよ。これはわからんけど。自分もね、それは期待しとるんだけど、ちょっとそれはまだはっきりわからんけども、もしね、もしこの、IOST が最高の値段に、上がったと仮定したら、なんと24倍になるっていうことなの。24倍に、値上がると。こういうこと言ってるわけだ。まあ、わからんよ、ね。実際のこのまま、どうなるかわからん。先のことはわからない。だけども、今5万円あるわけで、自分がね、5万円か、分、今あるわけで、それの24倍、ちょっと計算、ちょっと自分計算弱いんで、ちょっと計算するわ。ちょっと待って、どこ行っちゃった？あ、ここだろ。ここで計算ね。5万円かける24倍ね。5万円かける24倍。ポンってやると、1、10、100、1000、万、10万、100。120万円になる。もうね、笑いが止まらんってこのことやな。きっとだな。うん、だけど、なるかどうかわからない。それは逆に下がるかもしれないね。下がったら、まあ、ごめんって言うね。で、24倍になったら120万円になってくる。まあ、そういう話が好きだもんね、自分はね。ああ、いいなーって感じで、こう、わかったか、いいなーみたいな。ちょっといろいろ話、ちょっと待ってね。今日、あら、1時間過ぎちゃって、今日、帝国が移動する話しようと思ったけどね。これはまあ、できんな。これは明日だな。これは、帝国の話は明日だな。うん、あ、さっき、コインチェックで20万円ビットコイン売ったって言ったけど、違うんだよ。実際、それ間違い。出てきた。コインチェックでビットコインを12万円売りました。12万円。5万円、5万円にしたかでしたいから、12万円になったと。それは、なんか20万じゃなかったの。忘れたの。今日の朝のことで忘れた。はい、それからね、今日ね、今日うちの息子とね、30過ぎの息子となんか雑談して喋っとったんです。
あだこだ、あだこだって、まあ、喋っとったらね、その、生きにくい家とね、まあ、要するに訪ねて生きにくい家と、訪ねて生きやすい家があるなっていう話になった。なんでそんな話になったか覚えがない。要するに、子供の頃に、まあ、小学生だな。小学生の低学年ぐらいの時に、生きやすい家と、生きにくい家が、あると。まあ、大人になってもそうだけどさ、生きやすい家もあれば、生きにくい家もあるわけじゃん。あんまり行きたくない家ね。まあ、近く通ったらよろかとかいう、そういう家もある。そういう家があるねって話しとったんだ。そしたら、うちの、息子が、小学生の1年生とか2年生とか、その頃に、もう日曜日だと朝7時ぐらいに行っとった、遊びに行った家があるっていうわけだ。それ、大森さんっていう家。まあ、こっから自転車でね、5、6分のとこだけど、そこに大森さんっていう、人が住んでるんだ。今もおるんだけど。で、その、大森さんの、旦那さんね、奥さん、お母さんの旦那、父親だわ。だから、うちの息子の同級生か、ちょっと一つや二つ違っとったかもしれない。その、お母さんは今も健在なんだ、元気なんだ。とか、お父さんは、そうだな、10年くらい前ね、亡くなったんだ、病気でね。10年くらい前だと思う。ほんで、そのお父さんがすごくいい人だったらしいんだ。もう遊びに行っても、よく来てくれたみたいな感じで、そんなね、めんどくさがらずに、もう遊べたらしいんだ、その家行くと。で、そこの家はね、結構お金があったわけね。まあいい、多分お金があったもんだから、うちの息子が言うには、その大森さんとこには、自分が欲しいおもちゃが全部あったっていうんだ。自分が欲しいなとおもちゃはね、その家に行くとあったらしいんだわ。だからまあ、テレビゲームとかなんかでも、近所の子供が次々と来て順番待ちでやっとったらしいんだわ。で、それからね、猫がおったっていうんだ。で、猫と遊ぶのがまた面白かったらしいんだ。そこの大森さんのとこに猫がおって。で、猫と遊んどったと。でね、日曜日なんかにね、朝7時ぐらいにもう行くわけね。テレビゲームやりたいとかさ、猫と遊びたいとか、そういうことなんだから、うちから家から出てもう行っちゃうわけだ、7時ぐらいに。ほんでね、もうその大森さんとかまだみんな寝とるんだと。家族は。だけど寝とっても玄関いつも開いとるもんで入ってって、自分の家のようにその大森さんとこの家で遊んだっちゃうけど、いろいろやって、まあいろいろあるからね、おもちゃが。だからもうね、すごく世話になったっちゅうわけだわ。で、そういう話、要するに生きやすい家の見本だな、大森さんとこが、という話になって、ほんで、まあね、まあ、世話な、実は自分もね、もうすごい世話になって、なんでかというとね、米を作っとったんだよ。4年ぐらい前まで、岐阜県のすごい山奥で米作っとったんだ。で、その米をね、買ってくれとったんだ、そこの家が、大森さんとこの家が、で、みんなで食べとったんだわ。自分が作った米を食べてくれとったわけじゃん。だからね、世話になってるわけだもん。だって、それを思い出してね、いや、それは俺も随分世話になったで、たまには顔出さないかんなと思ってね。それで、今日、自転車でちょっと行くとこあったから、そのついでにね、その大森さんとこの家に寄ったわけ。もう別に、前はしょっちゅう米持って、一年に三回ぐらいは米持って行っとったからね、今も一緒だ、もう同じ家だから、分かっとるから、行ったんだわ。で、玄関でポン、ピンポン鳴らして、玄関なんか大体、開いとるから、いつも。で、はい、ちょっと奥の方にあるんだ、玄関が。道からすぐじゃないんだ。道からずーっと入っていった、なんか回ったとこにある、玄関。で、はい、こんにちはって、柳沢ですけど、って言ったら、いや、久しぶりですね、みたいな感じで、うちの息子のと、同じ年ぐらいの子供のお母さんだな、が出てきたんだ。まあ、全然昔と変わっとらなかった。昔っていうか、米売っとる頃と変わっとらなかったんだけど、ほいで、まあ、どこに住んどるのみたいな。どこに住んどる昔と一緒じゃないかって言ったら、あそこに住んどるのとかなんか言ってさ、ほいで、そこ、息子二人おるんだよ。息子が二人おるな、男ばっか。ほいで、そのうちの一人が、上か下か、ちょっと聞いたけど忘れたけど、結婚して、どっか車で5、6分のところに住んでる。そこら辺に住んでる。
春日井のあの体育館っていうところあるんだ。市の体育館ででかいやつ。そこの辺の近くに住んでるって言ってた。その息子が一人結婚して、ね、どうも一人、もう一人は家におるみたいな。車が2台あったから、こういうふうに。だから一人はそのお母さんに言って、一人は息子のやつだと思うんだ。2台あったからね。だから、どうも、お母さんと同居しとるみたいだけど、まあその辺はちょっと詳しくって話、せずに、まあまた来るわって帰ってきちゃったけど。でね、そうそう。で、行く前に、さつまいもをね、自分が作ったさつまいもね、ここにもあるけどさ、こういうさつまいもを、まあ、4つぐらい持ってってやろうと思って、覚えておいたけど、もう出て行っちゃった、忘れて行っちゃって。で、向こうに着いたら思えて、あ、さつまいも持ってこようことに、もっと忘れちゃったって言って思って、ほいで向こうに行って、今日今さつまいも持ってこようと思って忘れちゃったで、後で、うちの息子がどっかへ出かけるときに、ついでにここに持ってって、ここの、外の駐車場の入り口、要するに玄関の入り口の外ね。扉のあるところ、そこにぶら下げとくで、食べてって言って帰ってきた。後で持ってくるでって。で、その後、まあ、1時間ぐらいしてから息子がなんかどっか買い物に行くよって頼んだんだ。これちょっと、大森さんとか持ってって、ぶら下げとくって言ってあるから、もう玄関の外のこう鉄の扉のところにぶら下げとくりゃいいでって言ったらさ、いや、そんなにいいわとか言って、もう本当に世話になったという、そういうとこに、ね、今日行ってきました、大森さんと。まあ本当にね、いろいろで世話になって、自分はその家の中に入った覚えがないんだけど、その玄関からさ、玄関で米をボーンと置いて、帰ってくるんで、その中に入った覚えがないんだけど、うちの息子はもう毎週のように日曜日に行って自分のところの家みたいに遊んどったって言っとっあ、そうですかって書いて、ちょっと待って。まあ、そういうことで今日は終わりましょうか。で、まあ、ちょっとこれ、今日名古屋、まあ、今度ね、あと2月の20日に、レストランで歌うというか、歌手を当ててもらうクイズみたいなことをやるんだけど、名古屋特集をやろうと思ってね、名古屋に、馴染みのある人の曲をね、歌おうと思って。で、まあ、これはまあ、名古屋の東海ラジオっていうところで、ディスクジョッキーをやっとるときに、この歌手が、自分で作曲して自分で歌ったんだな。ディスクジョッキーの、ね。それで、そこが元でヒットした曲だもんね。まあ、名古屋に馴染み、名古屋からヒットした。こういうことなんだ。だから、こういうね、名古屋に関係のある歌を歌いたいなと思って、できたらね。空に星が光るように、浜辺に砂があるように、僕の心にたった一つの小さな夢が降りました。風が東に吹くように川が流れてゆくように僕の流れでたった一つの小さな夢は消えました。まあ、これで歌って、まあ、これはどういう曲か、どうしてこういう曲が名古屋と関係があるかっていうちょうど話をちょっと説明してね。まあ、やろうと思って、そういうことやろうと思って。まあ、それでいいんじゃないかなと思う。それで、まあ、一生懸命やるけど、まあ、次込んでいいよって言われたら入っていって帰ってくる。そういうことだ。よし。まあ、そういうことで今日も皆さん来ていただきましてありがとうございます。これで終わり。明日また、ちょっと待ってね。
今日17、明日18でしょ、19。19はやれるかや、多分やれんな。やれるかな。19はね、19は柴田さんがさ、なんかパソコンにソフトを入れてほしいとか言っとるもんで、そのパソコンを持ってね、その中古パソコン屋さん行くことになったんだ。19日夕方から。なんで、ちょっとライブやれるかもしれんけどな。やれんかもしれんね。ちょっと分かる。明日はやります。まあ、明日はやりますね。来てください。よし、それで、ちょっと待って、ね。じゃあ、まあ、それで今日は終わりますわ。また明日来てください。お願いします。